こんばんは。ちょっと待って。バグって始まれなかったよいしょ。はい、こんばんは。こんばんは、 SK48 12期研究生の加藤さつきです。こんばんは。よいしょ。どっち？こっち？こっちか。10歳になりました。こんばんは。大丈夫、おめでとう、ありがとう。落ち着いてくださいこんばんは、おめでとうございます、ありがとう。瀬田さん当たった、おめでとう。瀬田さん当たった人は報告してください。さつき祝います。クラックありがとう。こんばんは、お父ちお誕生日おめでとう、ありがとう。なんか前どんどん、お父ちお父ち、さっきミュービューも配信してた。お、一緒じゃんよいしょ。お手紙ありがとう。さっき先生当たった、すごい、なんかいつもいるねありがとう、大丈夫おめでとう、ありがとうございます。どうせになりましたか。あー14歳。こんばんは、さつきちゃん。こんばんは、トラピー、お久しぶりです。お久しぶり、ありがとう。こんばんは、今日もかわいいね、ありがとう。大丈夫おめでとう、ありがとう。襟がかわいい、そう、なんか高すぎる、次は難しい場所、これぐらい、なんかね、なんか難しい、ここどうしよう、難しい、それでいっか。こんばんは、こんばんは。こっち、こっちに寄せるな、カメラを。あ、いけたいけたいけた、あ、いけた。こんばんは、私おめでとう、改めて大丈夫おめでとう、ありがとう。大丈夫おめでとう、ありがとう。お手紙ありがとう。大丈夫おめでとう、ありがとうございます。大丈夫おめでとう、落選しました。なんか光が変、どうしようどうしよう、難しい、いつも配信してないと。ちょっと失礼、お、ちょっと迷った気がする。14歳になりました。お月地、お月地、お月地、こんばんは。41なのね、14です。え、わかんない、どうなるの、こう？こう？土？そう、お土ちお土ち、おめきち、ごめん、よからせたされたた、おめでとうございます。キラキラありがとう。ペンライトさつきちデザインにしたがたくさんする、お、楽しみにしています。やった、ありがとう。やっほーやっほー、席も決まったら教えるね、ありがとうございます。おつきち、おつきち、ケーキ美味しかった、ケーキ美味しかった、美味しかった。14歳の抱負ある？頑張るそう、おつきち、お誕生日おつきち、ありがとう、頑張ってください、ありがとう。世代 T シャツのたぬきちゃん可愛いですね、でしょ、たぬきそう、おつきち
昨日はさつきちゃんの誕生日、明日僕の誕生日、パチパチパチ、おめでとう。しょ、つきち、前髪が長いぞ。お誕生日おめでとう、ありがとう。あれ、さつきちが出生してるときいつもいるかもしれない。そうだと思います。そうだと思います。そう、2日は楽しみです。みんないる、みんな。嬉しい。お誕生日おめでとう、ありがとう。ゆあにゃんからタナッペメイクも詳しく大人だって。でしょ、さつき大人なんです。大人。ゆあにゃんね、さつきが握手会の時とかね、ゆあにゃんが先にいるの。いつも褒めてくれるよ、かわいいさつきちって。ゆあにゃん優しいよ、褒めてくれました、嬉しい。おつきち、さつきち、あのみやびは令和のなこみくになれると思う。ありがとうございます。あれだよね、ありがとうございます。そう、おつきち、おつきち。14歳もすくすく成長しながらステイ48の活動頑張ってね、ありがとう。立ち回れてありがとう。いつもと違う部屋かな。そうです、でっかい部屋、かわいいさつきちゃん、ありがとう。すごい、これが発光してる。お誕生日おめでとう、ありがとう。こんばんは、おつきちおつきち、やっぱ誕生日おめでとう、ありがとう。メンベームのデマラモノマルが得意なさつきさん、お誕生日おめでとう、ありがとう。よいしょよいしょ、お誕生日おめでとう、ありがとう。今日もかわいいです、ありがとう、ありがとう。おちちおちち、かわいいな、頑張ってください、ありがとう。こんばんは、こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとう。14歳、そう、14歳になりました。ちゃちゃん、ちゃちゃん。そう、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。多分風船逆にしてる。こっち、こっち、こっち、こう、こうな気がする。お誕生日おめでとう、ありがとう。大丈夫、おめでとう。ついに僕のさつきっていう12歳に14歳、41歳、14歳。そう、何だっけ、ありがとうございます。クラッカー、ハダもありがとう。トレードで絶対当てるね、2日も入るからさつビームちょうだい、さつビーム。ね、トレードで当ててください、絶対絶対来てください。かわいいな、ありがとう。誕生日おめでとう、ありがとう。スキチー、誕生日おめでとう、ありがとう。6日の制服のメモ出るよね、連続おめでとう、ありがとう。出ます。センター祭ね、当たらなかった方はね、6日も来てください。よいしょ、やったぜやったぜ。おつきちー、クラッカーありがとう、かわいい、ありがとう。みんなのママママダラスクラッカー、3、2、1、0、0。こんばんは、ゆあにゃん、幼い時あるよね。ゆあにゃんどうだろう、でもさつきの前ではゆあにゃんいつもお姉さんだよ。お姉さんです、ゆあにゃん。ゆあにゃん優しい。昨日もね、レッスン終わって、ココミン、ゆあにゃん、こっちゃん、さつきでね、お話ししたりしてました。お話ししたり、やはり制服の目の練習しようみたいな感じでやってました。そう、ペンライトありがとうございます。おつちち、おつちち、おめきち、ありがとう。たぬぴょ、ももたんのみれちゃんになってください、頑張ります。頑張ります。よいしょ、こんばんは。セタさん、温めてお祝いに行くね、ありがとうございます。こんばんは、セタさん、当たりました、行くね、ありがとうございます。ありがとう。すごいケーキみたいな、誕生日ケーキ、ありがとうございます。こんばんは、誕生日言うと右手が1、右手が1、左手が4、こう、こう、
月一元気出して、ありがとう。右手が1で4をここに反対させて、やっぱこうだ、こうです。すくすく育ってね、育ちます。やばいな14。ありがとう、こんばんはです。そう、 X もね、皆さんたくさんおめでとうって言ってくれてありがとうございました。パチ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 、大丈夫、おめでとう、ありがとう、おめでとう。そう、斉藤真知子さんと横井さんがね、おめでとうってね言ってくれて嬉しかったです。そう、みんなもね、いいなって言ってました。そう、あとね、直接昨日会った先輩でね、たくさんね言ってくれて、そう、あゆかさんとか、まりんさん、ゆずきさんとか、ゆうかさんとか、あみさんとか、ここなさんとか、あの井上瑠香さんも前日の幕張でね、おめでとうって言ってくれてね、他もね、そう、たくさんね、そう、ミレイさんもさ、生誕ティー褒めてくれて嬉しかったです。ありがとうございます。大丈夫、おめでとう、ありがとう。スラ41。そう、悔しいない、ありがとう、よいしょ、嬉しかった。タラちゃん、ちら、こんばんは、ちら、こんばんは。こんばんは。メビウのものがお願いします。いいよ、プルルルル、プルルル、はい、もしもしママ、うんうんうん、ありがとう、ふん、ありがとうママ、ありがとう、じゃあそうするね、ありがとうママ、バイバイって言います。いつずっと配信やってる気がする、私これ。生誕祭当たったよ、ありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。こんばんは。シナデコレーションかわいいね、でしょう。ママとめちゃくちゃ頑張りました、ママとめちゃくちゃ頑張りました。私これ本当にね、本当に頑張ったんだよ。次こっちもと、本当に頑張った、めちゃくちゃ頑張ったよ。深くしてサーチ、サーチ、サーチが固定かな。そう、2人もね一緒に出たかったし、制服の面撮影生誕祭、そうね、次ね、みんなで応援できたらいいな。そう、でもね、みんなね、そう、おめでとうって言ってくれたよ。昨日会った時におめでとうって言って、そう、月中、月中、花束ありがとう、よいしょ、ありがとうございます。おつきち、こんばんは、こんばんは、誕生、あー、タネちゃん、お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとう、おめでとうございます。ありがとう、やっほー。6人戦争のみたいになる、嬉しい。それぜひ、ね、トレード当たらなかったら来てください、6日。そう、発行もる、発行してるの。よいしょ、お誕生日、14歳の目標は、なんだろう、あんま分かんないけど、でも、うん、頑張る。そう、ダンスとかね、もっと上手になるように頑張ります。頑張るです。お誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、14ちゃん、おめでとうございます。お誕生日おめでとう。ずっと元気がなかったんだ、元気になってきた、よかった。お誕生日おめでとう、ありがとう。41から14に若返った。そう、月ちゃん、月ちいいな、いいな、いいでしょ。ここ2日ぐらい永遠におめでとうポストしてた気がする。ありがとうございます、嬉しいです。お誕生日おめでとう、ありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとう。つきち、ハートありがとう。誕生日ケーキありがとうございます。よかったね。風薫る5月誕生日、そうです、5月、めっちゃ緑。愛されてる、愛されてる、嬉しい。お誕生日おめでとう。こんばんは、こんばんは。お姉さんに泊まれてよかったね。そうです、一緒にね、お写真撮りました。そう、
そう、背丈でもね、いろんなね先輩にとかね、そう握手会来てくださった方褒めてくれてね、みんなもね、誰だったっけ、かきねだったっけな、かきねのね、それ自分で書いたのすごいみたいな、誰だ、かきねだったっけな、なんか褒めてくれたりね、みんな可愛いって言ってくれたよ。そう、みんな言ってくれた。大丈夫、未完成の X、みやべちゃんだろうな、自分も悔しくて泣いた。そう、あれそう、なんか未完全のやつさ、テレビ流されるかなとドキドキして、あ、流されなかった、あ、ちょっと良かったと思ってたら誕生日に世界に公開されましたそう、なんかちょっと懐かしいですねそう、あ、テレビ流れなかった、ちょっと良かったと思ったらね、めちゃくちゃ X にそう、甘やかせとるな、甘やかされております。大丈夫、ありがとう、こんばんは、大丈夫、そう、いやいや、つきちゃう、つきち、似てるわ、でしょ、似てるでしょ、モノマネ。でもさ、みんな見たことある、みやびちゃん本気やってもらえな、今度そう、やってって言ったら分かるよ、分かるよ、はい、はい、もしもしママじゃあ、なんか、つきちゃん、みやびもちょっとさあ寄り道して帰ろうよって言うんですよ。そしたらこうやって、ちょっと待って、ママに一回確認するって言うのでピッポパッポピーって言って、ピーって言って、はいはい、もしもしママ、うっうっって言います。電話のかけ方めっちゃ昔の携帯だよね。本当はこうです、本当はこうでもね、私の中で電話これです。かいかいかい、ありがとう、そう、クラッカーありがとう、豪華な振り付け、飾り付けでね、そうです、めっちゃ頑張った、めっちゃ頑張りました、頑張りましたそう、お手紙ありがとう、お誕生日おめでとう、ありがとう、誕生日なら乾杯の代わりにコーラ買ってきた、いいな、そっちもコーラ飲みたい、コーラ飲みたいよコーラ飲みたいよ、ハートありがとう、おっさんありがとう、ハートありがとう、お月ちお月ち、こんばんは、大丈夫、メルトありがとう、瀬田様にとっておく、ありがとうございます、声されておめでとう、愛を込めておめでとう、ありがとう。そう、でもね、なんか去年は SKE に入ってなくて、去年誕生日で、今年は SKE48 にね加入させていただいてね、本当お誕生日おめでとうって言ってくれるね方の数が、本当桁が1個変わった本当に嬉しかったです。そう、友達も LINE とかでおめでとうって伝えてくれたり、なんかメッセージカード機能みたいなやつでね、たくさんね言っていただいてね、本当にね入ってよかったなと思いましただからね、ちょっとね自覚ごめん、生誕祭の話してない話します。前髪斜めで可愛い、これね、あれだよ、場所によったら斜めじゃないんだもん。そう、場所を間違えると斜めになります。こうするとね、まっすぐなんだよ、でしょよいしょ、誕生日おめでとう、クラッカーありがとう、次の12級誕生日さえちゃん、そうです、7月だっけ、7月だよね、7月の4日とかだっけ、そう、次はさやねーです、おめでとうしましょう、迷いのない、頑張る、好き、ありがとう頑張るお誕生日おめでとう、お誕生日おめでとう、かわいい、ありがとう、さつきボンジュール、ボンジュール、そちら雨と風大丈夫ですか、なんかね、すごかったねすごかったよ、5月前だからさつき、そうです、5月前だからさつきです、超絶かわいい、さつき、ありがとう、さあつき、さあつき、さあつき5月生まれだから、さつき生まれね、どうなんだろう、なんかでも生きるがつく理由は、パパもお姉ちゃんも私も、さい、あ、違う、パパもお姉ちゃんも最後に生きるがつくの、だから多分その2文字で最後に生きるがつくのは決まっててだと思います。未完全放送でカットされてお子だったから見せてくれてよかったそう、
めっちゃね、撮影あーってなりました。あー誕生日に誕生日にめっちゃ泣いてるところ。そう、でもね、こんばんは、こんばんは、クラッカーありがとう、撮影 TV 早く見たいわ、ありがとう、何回も何回も同じ成長していくんだよね。そう、もう懐かしいですね。そう、今はね、制服の目でね、生徒さんもやらせていただいてね、これからもね、たくさんね、出れるよう頑張ります。頑張って、ありがとう、こんばんは、こんばんは、いしょいしょ、かわちかわち、こんばんは、こんばんは。そう、ウクレタキのお誕生日おめでとう、ありがとう。さっき生誕祭のスピーチは決まりましたか？わかん、どうわかんないんだよね。でも考えてます、考えてる。でもね、ゆえにゃにね、そう、スピーチ今めっちゃ考えててねみたいな、あ、そうなんだみたいな、ゆえにゃいいこと言ってたよねみたいな、めちゃくちゃ感動的なこと言ってたよねって言ったら、そんなんじゃないよって言ってました。感動的なこと言ってたよねって。だからね、どうしよう、さつきもって考え中。でもゆえにゃがめちゃくちゃ緊張するよあれって言ってて、緊張中です。さつきちゃんどうやって電話するのかな。さつきのママ電話嫌いだから電話しないです。え、でも電話する時、もしもし、はいはいはい、バイバーイって言います。さつきちん、さつきちもみよりもかわちいがすぎる。ありがとうございます。はい、ではとてもすぎるすぎる、ありがとうございます。本日さつきさんのチェックショーを聞かせてください。私わかんないの、わかんないの、私それ行った記憶がないんですよ、本当に。わかんない、いつ行ったんだろう。そう、タランペ相変わらずコメント早すぎ。そうだよ、さっきコメントめちゃくちゃ早いからたまに読み切っちゃうからね。そう、ゆっくりゆっくり行こう、ゆっくり、多分無理だね、さっき。そう、どん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 読んでっちゃう。13歳の報告連絡相談が身についてる、ビームちゃんすごい、ほうれん草だね、ほうれん草すごいです。さっきでママに連絡しないから。そう、でもそう、事務所出るときだけ教えてお願いだからって言われます。だからそれだけは送ってる。あ、でもね、私も言うよ一応、メビームと遊んでくるって言って。いや、お誕生日おめでとう、ありがとう、2日当選したよ、おー、盛大に盛り上げるわ、おー、いいやん、来てください、盛り上げてください、さつきのうつかの生誕祭。お誕生日とありがとう、お祝いわんさか、わんさか、お誕生日おめでとう、ありがとう。去年の今さつきに相談しなかったのが考えられない、考えられない。そう、もうね、ちょっと実感が湧きましたね。さつきの誕生日に乾杯、乾杯。アイドルだから、そうですね、だるまさんありがとう、お月ちん、お月ちん、よいしょ、ありがとう、お月ちん、優しいスピーチ、この1年の目標ね、どうしようね、お誕生日おめでとうくん、ありがとうくん。うん、公園にハンカチ持っていくよ、そんな泣くかな、わかんない、頑張ります。そう、7月4日ね、雨がすごいね、すごいよね、すごいと思う。幕張もお疲れ様、ありがとうございます。幕張のね、そう、横断幕用意してくれた方ありがとうございました。そう、生徒さんの時タンプラ持ってくね、お、楽しみにしてます、楽しみ。さつき賞、さつき賞、ほう、みっちゃん、みっちゃん。そう、最後に1位が決まってたのか、そうです、さつきは母と同じ名前です、おお、一緒だ。そう、結構ね、さつきでもね、その最後に生きるがつくさつきが本当に珍しいんだよね、読めないよね。可愛くなってきたね、ありがとう、大丈夫、おめでとう、ありがとう。たらちゃんが SP48 になったから今年は素敵な誕生日プレゼントになりました、ありがとうございます、ハートありがとう。お月ち、お月ち、生誕くじで美賞だって、すごっ、すごい、 B 賞ぜひね、皆さん弾いてください。あ、あれでした、さつきのママもう一回弾いてアクスタ出たって言ってました。アクスタ出ました、加藤家にアクスタが届きます、私の。
おはよう、おはよう。お姉ちゃんの名前はこれなんだろう。アイラとか、アイラ、違います。お姉ちゃんの名前はね、あれですよ、あんまね、これしか言えないけどね、結構お姉ちゃんも、あ、でも珍しくはないか、珍しいけど、お姉ちゃん、女の子につけるのはちょっと珍しいのかなと思うもん、わかんないけど、だ全然女の子にもいるけどね、でもそのどっちともでも言える感じです。おはよう、おはよう。お手紙ご両親ね、そう、どうだろうそう、今立ち上がってる、そうだよ、今立ち上がってます、めちゃくちゃそう、先輩もいるから緊張するね。そうです、めっちゃ緊張します、めっちゃ緊張する。スキチ作り込まなくても気持ち伝えれば大丈夫で、ありがとう。セータースピーチ泣く準備をしてます泣いてください、ありがとうございます。そう、スキチ遅くなりましたがお誕生日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます、誕生日おめでとう。スピーチ見て泣きそうだから顔をするそう、ハンカチ用意してくださいありがとう。ママ電話嫌いなんか、そうです、ママ嫌いらしいです。うちきち生誕祭楽しんでくださいね、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。あ、今日のさつきちこんばんは、ハートありがとう。ほうれん草、自由になりたい年頃そう、美しい人生おめでとうございます、ありがとうございます。お誕生日おめでとう、ありがとう。ヨガヨガルスフェスティバルおめでとう、そうです、ぜひ来てください。皆さん初めてフェス、フェス、フェス初めて、嬉しい、イエーイ、ありがとうございます、めっちゃ嬉しかったです。お月ちゃん、お月ちメビウンと何して遊ぶの。だいたい何か飲んで食べてしてますね。あとコスメ見に行ったり、でも話したりが多いよあと何やってたっけ。でもあの幕張の時のホテルでは一緒にホラーゲームの実況を見てました。でもそんな怖くなかったけどね、見てました、一緒に。よいしょ。お誕生日おめでとう、ありがとう。花なんないちゃん、花なんないちゃん、ミヤビームがハンカチ必須と言ってたよ。ミヤビームが言ってんのおもろいよねミヤビームがね、さつきちのお手紙読みたいって言ってました。でも私緊張しすぎてカミカミになるから無理かもって言ってました。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。そう、あ、にじさんありがとうございます。にじさんありがとうございます。大玉子が届きますようにね、欲しいです、さつきも、ね、どうしよう。でもね、家に大玉子とみんな、そう、畳んで保管しておくのかな。ね、そう、さつきがね、あとね、大玉子ね、そう、最後まで、最後にね、何枚ね、あるのか楽しみですね。大玉子1年にね、1個ずつ増えていくから楽しみですさあちゃんが泣いてる動画めっちゃリアだよね。そう、さつきね、なんかでもね、みかんぜん TV でね、結構ねたまに泣いてます。そう、さつき、そう、でもさつき泣き虫だよ、結構。そう、結構泣き虫、でもみんなにね、さつきちって泣くって聞いたら結構泣いてるって言うと思います。そう、体でグローナルミック監督、あえて羨ましく思ってました。そう、めっちゃ嬉しかったです、めっちゃ嬉しくて。そう、スタッフさんがね、なんか隣で AKB48 さんの握手会やってるんだよって言って、で、今いるよみたいな感じしたら、もういて、はぁーと思って、そう、一緒に撮りました。そう、おめきち、おめきち、ありがとう、ハートありがとう。俺、4から5くじ回したけど、カメカメだったそういう時もあるよこんばんは、べっぴんさんだな、ありがとう。りんさんになったことでありがとうございます。また遊びに行きます、ありがとうございますお誕生日おめでとう、ありがとう。私ちょ、首長いかな、私わかんないんだよね、私首短いと思う長いのかな。私ちょ、私ちん12期でフェスとかめっちゃ楽しみ、見に来てね。わーい、わーい、どうありだ、どうあり、わーい、わーいそう、楽しみでして、お誕生日おめでとう。そう、みんなで喋っててね、12期生
だけのステージって本当久しぶりだよねみたいな、ああそうだねって言って、めちゃくちゃ久しぶりだからね楽しみですね。そう12期だけのね、そうステージね、めっちゃ久しぶりなので、そうちょっとね成長したところをね見せたいね見せたいねとは思います。身長伸びた、身長も伸びました。みやびちゃんとオオカミやってほしい、 STU ファンのみんなのねみやびもね、そうオオカミね、もうサツキンのねやつ見すぎてね踊れるって言ってました。もうサツキン逆にねちょっと万華鏡踊れるからねそう第6巻もねもう好きでね覚えました。そうなんか結構ね覚えてきた、見てるとやっぱ覚えるよねそうまあね楽しみにしててください。2日私もやめてありがとう。名古屋ガールズフェス SP が2年連続取れだから12期もかな私誕生日おめでとう。名古屋ガールズフェスは10期生さんにたくさん学んでくださいね、楽しみです。そう早速も楽しみです、学びます、ありがとうございます。巻かれてピンクの妖精見たよピンクの妖精になるところまで見ました。さすがあのピンクの妖精ね、握手会の時ね、握手会だったかな時だけね、さつきの靴履いてたんだよそうピンクの妖精ミヤビームなんですけど、幕張2日目でね妖精さんやっててね、なんかスニーカーだったからさつき白のなんかヒールのパンプスみたいなやつ履いてて、でそうでミヤビームに一回これ履いてみるって言っててこうやって貸してあげて、あの花菜にどっちがいいか聞いてみたらみたいな、したらパンプスって言ったからさつきの靴を貸してあげたんですよ。で終わってさつきがちょっと違う部屋に行ったら、ミヤビームがさつきちどこって言って、いたーって言ってヒールが高くてもう履けないみたいな、もう無理って言ってね急いで買いましたねもう無理、なんでずっとこんなの履いてたのすごいねって言って、私も足がプルプルって言ってね、めっちゃおもろかったそうピンクの妖精にね靴を貸してあげてましたやっぱりみやびちゃんがスペースやるなら、わかんない、めっちゃ噛むかもと言ってた、やりたいと言ってましたね。横断幕もうそこの壁に貼っちゃおうそう横断幕ねめっちゃ嬉しかった、可愛く作ってくれてありがとうございます。みやびちゃんとずっと仲良くね、そうみやびがね、私たちって喧嘩する時あるのかなって言ってたんですよ。でもね、そう多分さつきもここ1年もう半くらい、もしくはもっと友達となんで喧嘩してないよみたいな、ミュービームはって言ったら、私も全然しないタイプって言ったから、多分喧嘩しないんでしょうね2人とも喧嘩しないタイプらしいですそうよくあるケースだと畳んでいくショールームで貼っておくとかあるね。あーね、明日の歌唱力楽しみ、そう明日歌唱力です、見てください皆さん、見てください明日の9時からです。ちょっと緊張するけど見てください見てください、あー怖いよ緊張するよそう幕張メッセで横断幕見たけど素敵だったよね、めっちゃ素敵だった、嬉しい。そうキノコ D に泣かされたって言って、いやさつしが勝手に泣いてましたね、あれはこうやって泣いててそうカメラにね、そうちょっと映らないようにね、ピョコ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 ね、ミヤビームの後ろ隠れてたね、しっかりね X にね上げてくれましたねこうやってミヤビームずっとこうやってやってました。したらどんどんこのミヤビームをねもらい泣きしてきちゃうっていう懐かしいですね。お月ちお月ち泣くのは嬉し泣きだけでいいよね。でもね多分ね悔し泣きもね大事だと思うのでね頑張ります。そう AKB さんいたの、日曜日は乃木坂も田中ちゃん、そうみんなで行ってた、すごい幕張すごいって言って東京だすごいって言ってましたね
そう、タヌちゃんのと涙でもらい泣きするから半ボブだから大丈夫もらい泣きするかもよ。その湯坂さんもいてね、めちゃくちゃね、そう私たちあのワクワクしてました。ワクワクドアゲやばい、そうドアゲ、マイマイ、土日は握手ありがとう、おめでとうが言えてよかったです、ありがとうございます、ぜひまた会いに来てください、ありがとうございます。ひょうすごいじゃん、ありがとう、ハートありがとう、バラありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう。ひょう出身生の名古屋ガールズフェスの動画見たことあります、あります、見たこと、すごかった、頑張るさつきちたちも、さつきちゃんおめでとう、歌唱力の放送も近づいてきたし、お知らせたくさんね、本当にたくさんだよお知らせ、歌唱力も見てください、くじもお願いしますさつきちゃんお誕生日おめでとう、ありがとう、二人ともしっかりしてるから喧嘩までかな、喧嘩までいかないそうだ、多分喧嘩しないと思う、さつき、ミヤビーム、さつビーム喧嘩しないと思います、さつき的には。大丈夫おめでとう、ありがとう。トラッピー何歌うの、緑黄色社会さんのリトマスを歌います、リトマスを歌わせていただきます。はあ、明日生放送みたいに緊張するやん、緊張するよ、だってねえ緊張するよね。こんばんは、お月ちお月ちん、7時44分、あと15分だ。そうでも、なんてさつきめっちゃ可愛い、キュンキュンした、そうか、ありがとうありがとう。そう、こんばんは、さ、幕張すごい人多かったもんね、多分すごかったよね、ありがとうございました、幕張、そう、やらせていただいて嬉しかったです、大丈夫、おめでとう、ありがとう。泣きながら2人ピコピコしてるからテンション変な人見えたそう2人ともね泣いてるんだけど、なんかちょっとね、なんかもう、なんかもうね、あの時の感情はね忘れられないですね、なんかね、そう、もうそうテンションは変だったのそうテンションは変だったんです。お二人お誕生日おめでとう、ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう、誕生日おめでとう、ありがとう、誕生日おめでとう。10期生さんのパフォーマンスデビュー、名古屋ガールズフェスティバルだったらね、そう見ました、めちゃすごかった、めっちゃ見ちゃった、そうあれの動画めっちゃ好きです。お誕生日おめでとう、こんばんは、ありがとう、難しそう、そう難しそうです、こんばんは、一日遅くてもごめんね、全然大丈夫です。そういえば生態さんに出る伊田さんは吉田の同じ AB 型ですね、そうなんですよ、 AB 型希少なんですよ、全然いない、AB 仲間です伊田さんお誕生日おめでとう、ありがとう。リトマス最初から音程もリズムもやばいのによく歌ったね、そうなんだよね、ほんとね、ほんとに。でもそのスタッフさんがね、そう後ろ生演奏で、そうすごいピアニストさんがもうどんだけあれでも合わせてくれるから、もう好きに歌っちゃっていいよって言って、もうまずお客さんがいるみたいに本当にもうあんま動かなければリズム取っちゃっていいから、本当楽しんで好きに歌っちゃっていいよって言ってくれたので、好きに歌ってます好きに歌ってました。お月ちゃん、お月ちん、こんばんは、お誕生日おめでとう、同じく AB 型です、仲間だ、仲間だ、本当ありがとう、笑顔が好き、頑張って。そうもう本当にね、最初ガチガチだったのさつき、こうやって出てて歌っててガチガチだったんだよ。したらスタッフさんが、そんな緊張しなくて大丈夫だよって言って、リハの時に緊張しなくて大丈夫だよって言ってくれて、そうめちゃくちゃね緊張してましたね、緊張するもん、緊張する明日も緊張する、頑張ってください、ありがとう。旅行食社会さん好きです、あんま詳しくはないんだけどね、お姉ちゃんもねよく歌うし、さつきもよく聞きます。あれでした、オーディションの時もねメラ歌わせていただいてね、そう嬉しかった。でね、そのリトマスが主題歌のねドラマをね家族で見てて、そうでママもともとリトマス好きで、お姉ちゃんも確か多分歌ってたと思う、それでね知ってました、もともと。ああ
よいしょよいしょ。あと AB はユズさんだけなんだよね。昔はそこそこいたんだけどね。そう全然いないです。 AB 型希少、好きになっちゃってきたわありがとうございます。お月ちゃん、お月ちん、お月ちん、大先輩方々の制服の前でたくさん学んでくださいね。学びます。お月ちん、そうこれから制服の前公演毎回出るのそうですか？6日は出ますそう、さつきからはね C で、こんばんは、こんばんは。そう、ベッピーさん、ベビーさん、ベッピーさん、そう、そう、あーどっか行っちゃった、どっか行っちゃった、ちょっと待ってね。頑張ってください、ありがとう、ありがとう。しょしょしょ、どこだどこだ。あーじゃあ緊張しなくて大丈夫だよって、その青いクマが言いそう。緑緑緑のクマだもん。そう緑です、さすきからのクマです大丈夫、おめでとう、ありがとう。予約完了、さすきのところ何回も何回も見るわ、緊張しちゃう頑張ってください、ありがとう。あと10分だね、ね、あと10分、こんばんは。55分ぐらいになったらねあれします、男女を読みします。瀬田さん当たって、ありがとう、ありがとう。ぜひ皆さん来てください。タイピ待った待ってるね、ありがとう。お誕生日おめでとう、ありがとう、こんばんは。自分たち聞いたが、さつきもモールドール好きなの。そう作ってます、モールドール。最近ね作れてないんだけどね、作ってます。めっちゃ好き、あれは夢中になって作っちゃうよ、夢中になって作っちゃう。こんばんは、こんばんは。べっぴん美人のこと分かるよ、分かるよそうありがとう。どしどし、緑を青と言いがち、緑緑だよ、みんな緑です。ちょっと、カメラ越しだと青に見えるけど緑です。見れば見るほど青いクマ緑緑です。かわいいな、ありがとう、ハートありがとう。まだ14歳可能性の塊だね、応援してます、ありがとうございます。尊い、ありがとうございますハートありがとう、期待してます、ありがとう。スキッチン、チクショーやって、チクショー分かんないんだよ、さつき、ほんとに。チクショーかな分かんないんだよ、さつき。そう。昔、SK に大山さらさんっていう、めちゃくちゃ面白い AB 型の先輩がいたんだよ。そう、同じ AB 型。AB です。さつきも AB です。そう、面白いか分かんない。こんばんは。ハートありがとう。お誕生日メントありがとう。抹茶大好き。抹茶大好き。抹茶めっちゃ食べる。こんばんは。ハッタありがとう、かいね、ありがとう。食べるじゃないね、飲むだね、飲まない。でもさっき抹茶味のやつを食べる。かわいいね、ありがとう、ハッタありがとう。白黒はっきり灰色のないエビ型、そうなのかな、わかんない、わかんないね。さっき白黒はっきりしてない気もするけどハッタありがとう。目をつけられたもんね言い方、言い方、そう X でね言ってくださいましたね、ありがとうございます、ピースそう、抹茶クリニック、そう抹茶さつきも好きです。そう、本物の抹茶苦手だからね。でもあれでしたよ、学校にね、なんか小学校の時抹茶さ、ま、抹茶クラブみたいなあれがあって、抹茶クラブみたいなあれがあって、それで見てました。抹茶と一緒にお茶菓子が食べれるんですよ。結構みんなお茶菓子目当てで言ってましたお茶菓子でめっちゃ美味しかったね。そうで、これ今日はどこどこのやつだよって言った時は、もう私たちは お菓子にしか目がないっていう茶道部クラブどうなんだろうね、どうだったんだろう。そうそう、でも飲んでました。昔プールの緑もが全身について緑色の白クマがニュースで出てたな。これも緑色のクマです。スピチー、もう大家さんとあげたのかすいません、自分もエビ型です。一緒だね、一緒だ。スタバ、メロン、抹茶、本日終わり、本日終わり。そう、抹茶、抹茶好き。スタバでもね、大体抹茶頼む。茶道部クラブ、
茶道部クラブね、どうだったんだろうね、あれ名前忘れちゃった。私もめたありがとう、ハタありがとう。お茶菓子と抹茶いいね、そうめっちゃ美味しかったよ。また飲み、また入りたいですね、さつき。今でも入りたいですおつきちハタありがとう、お誕生日おめでとうありがとう。そう、AB型アイドルしてる裏で実はヤンキーとか二重人格の可能性もないですさつきね、ビビリだからヤンキーできないよ。くて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 、ヤンキーできないよさつきそう、まさやさん懐かしいな。そう、オレンジさえカチルナしかいない、カチルナ、そうカチルナもね、おめでとうって言ってくれた。そう、みんな昨日ね、じゃあ月1日お誕生日おめでとうって言ってくれました、カチルナそう、苦い抹茶飲んだ後でお菓子でお口直ししたいなら、お菓子は先に食べないといけない。そう、甘いのをお茶でなんだよね。そう、美味しかったな。スタバ抹茶一緒だ。そう、抹茶はね、私はホワイトモカシロップに変更して飲みます。甘いけどめっちゃ美味しいよ。笑顔が素敵、ありがとう。緑茶も飲めるよ、ね、大丈夫だろ、大丈夫。さっきちヤンキーとか爆笑しちゃうかも。なんでヤンキーかもだよ、ヤンキーかも、すごいヤンキーかもね。ミヤベームと一緒にすごいヤンキーやってるかもよ言ってもう走り回るみたいすごいミヤベームとヤンキーしてるかもよ。どうなの月地、月地、7時56分、え、大丈夫、読みします。どこあった。13位、え、じゃあ浮き輪持ってる方ありがとうございます。12位、レッサーパンダの方ありがとうございます。11位、緑のオーラ放ってる男の子の方ありがとうございます。10位、犬の方、白い犬の方ありがとうございます。9位、ボブの方ありがとうございます。ボブの女の子の方ありがとうございます。8位、ギャルニャンコの方ありがとうございます。7位はあのひげ生えてるね人の方ありがとうございます。6位、タレパンダの方ありがとうございます。5位もそのレーサーパンダ泳いでる方ありがとうございます。4位、そうあの狼の方ありがとうございます。3位はあカキレナのうちわ持ってる方ありがとうございます。2位、あのカッパの方ありがとうございます。1位がなんだっけ、リラックマの方ありがとうございます。パチ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 。5位はアライグマなんだ、レッサーパンダかと思ったパチパチ、ありがとう、ありがとう、それありがとうございました。皆様見てくださり、次回からはいつもの場所でまた配信します。それではバイバイ、生誕祭来てね。明日はあれです、歌唱力です、見てね。14歳のさつきからでした、バイバイ、おやすみに、おつきち。